スイスです。普通の一般客の人が買いに来ることが増えました。一般の人がなかなか入りづらかったんじゃないですか。市場があった時はみんな業者さんとかターレーだとかそういう人がいっぱいいたから、今本当にいなくなっちゃって寂しいですよね。車の通行量も少ないしね。さっきお昼とか見たかもしれないですけど、めっちゃ外国の人多いから増えてるなっていう感じはします。忙しくて嬉しい、はい、ありがとうございます。今は外国の方が好きそうなものですとか、あとは外国の方が食べたそうなものを売るお店が増えました。逆に昔ながらの方が離れていって、少し離れていってしまうっていう、観光客ばっかりだわって言って嫌がる方ももちろんいらっしゃいますので、いろんなお店が増えて、逆にコロナ禍中で辞めていった仲間たちもいっぱいいたので心配な部分ももちろんありますけども、やっぱり築地を守ろうっていう仲間たちはこの中にたくさんいますので、皆さんとこう手を携えて築地を守ろうねっていう話は常にしてます。